オアハカドロガメは、ドロガメかドロガメ族に分類されるカメ。種小名奥先は、オアハカのノイで、分布域及び、模式標本の産地のオアハカ州に由来する。和名と英名も同義。メキシコ固有種最大高長17.5センチメートル。メスよりもオスの方が大型になり、メスは最大でも、高長15.7センチメートル。廃校は扁平。 C パ板やあばらパ板の後部がその後ろにあるパ板の全部と重なる。また C パ板やあばらパ板に明瞭な筋状の盛り上がりがある。第一 C パ板は第二円パ板に接する。廃坑の色彩は褐色や暗褐色。黒でパ板ごとやパ板の継ぎ目に沿って暗色の反紋が入る個体もいる。復興は小型。 蝶津貝は発達するが、復興版と股間版の継ぎ目より、後方の復興が小型なため、後足を収納しても隙間ができる。復興の色彩は黄色や褐色。頭部はやや小型から中型。上顎の先端は針状になることもある。喉には左右に3から4本ずつ、計六から8本の髭状の突起がある。頭部や頸部の色彩は褐色や灰色で、 背面に気褐色の反転、側面に気褐色や肺褐色の網目模様が入る個体もいる。くちばしの色彩は高褐色で暗色の筋模様が入る。オスは復興の中央部がへこみ、頭部が大型化することがある。また尾の先端にある針状の鱗はオスの方が発達する。標高100から800メートルの低地や丘陵にある河川や地層、 湿地等に生息する。やや夜行性傾向が強く、昼間に活動することもあるが、日光浴を行うことは稀。食性は雑食で、魚類、昆虫類、甲殻類、殻類両生類の養成等を食べる。繁殖形態は乱生。オスは、校長11から12.5センチメートル。メスは、校長11.5センチメートルほどで、生成熟するとされる。以前は、 生息数の少ない種とされ、IUCN のレッドリストにおいて、純絶滅危惧とされていたが、分布域が非常に限られているものの生息数は少ないくないとされ2008年現在は、IUCN のレッドリストにおいて、情報不足とされている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。メキシコ国内に分布する、爬虫類の輸出が、法律により、 厳しく制限されているため、流通は極めて稀。アクアリウムかアクアテラリウムで飼育される。野生では日光浴を行うことは稀だが、飼育下では日光浴を行う個体もいるため陸上は個体の様子を観察して調整する。性質がやや荒く強調性に欠け、特に発情したオスは攻撃性が強くなるため、基本的には単独で飼育する。 飼育下では人工飼料や乾燥飼料にもえずく。ありがとうございます。